あの、はめまして、私、シェルバンドカンパニー株式会社の代表しております、杉本と申します。えー、本日はですね、あの、このような機会をいただきまして、また、あの、大変名誉な賞をいただきまして、ありがとうございます。 我々シェルパンのカンパニーですね、このスマート ESG という企業の ESG の情報開示業務の DX と戦略的 ESG 系をサポートすると、そういったようなプロダクトを展開しております。最近皆さんこうサステナビリティとか ESG といったワードを聞かない日がないと思うんですけれども、あの、業様はですね、非常にあの、まあ、 このサステナビリティ系の推進というところに力を割いておられまして、そういった皆様の取り組みが世の中をより良くしていくというふうに思っていますし、そこの部分をテクノロジーを用いてですね、我々がこうより加速させていけたらというふうに思ってやっております。はい、次のページお願いします。 我々ですね、まあサービスの全体像という形でいろんな機能を提供しておりますけれども、この ESG への取り組み、サステナビリティへの取り組みというものを、まあ世の中に向けて企業様がこう発信をしてですね、それはあの投資家の皆様であったり、さまざまなステークホルダーの皆様が評価するという、まあそういった大きなあの世の中の流れを加速しております。ただ、そういった ESG 情報ですね、えまざまな部署にこう散らばっていたりですとか、まあ会してもなかなかこう評価をされないという、まあそういうような企業様のペインがございます。 そういった中で我々がですね、このスマート ESG 上に非財務情報をこう一元化してですね、正しく世の中にその企業様の取り組みをこう発信をしていく。こういったようなご支援をさせていただくことで、企業様のサステナビリティ経営を加速させてまいりたいというふうに思っております。次お願いします。 で我々が目指す将来というところですけれども、まあ、直近ですね、三菱 UFJ フィナンシャルグループ様にご導入をいただいたりですとか、トヨタ様にご導入をいただいたりですとか、本当にこの企業様のサステナビリティ系、すごくご支援させていただけているというところに誇りを持っております。ただ、今後ですね、こういったところだけではなくて、投資家の皆様であったりですとか、監査をされる方、お取引先様、 全体でこのサステナビリティ経営を進めていくといったような意識を醸成していくことが大事だというふうに思っていますですのであらゆるこのプラットフォームを全体にこう開放してです、ね、企業、ESG 評価機関向けの開示用途であったりですとか取引先、投資家などさまざまなステークホルダー向けに拡大してまいりたいというふうに考えておりますこのあと皆様とも懇親会あると思うんですけれどもいろいろな方々とです、ね、お話しできるのを楽しみにしております今日はありがとうございました。